ドラえもんのび太の南海大冒険は、1998年3月7日に公開された、ドラえもんに映画作品。および、藤子、F、藤尾プロによって漫画化され、月刊コ,コロコロコミック1997年10月号から1998年3月号に掲載された、大長編、ドラえもんシリーズの作品。映画シリーズ第19作。 大長編シリーズ第18作。同時上映は、ザ・ドラえもんぞムシムシぴょんぴょん大作戦。と、帰ってきたドラえもん。第53回毎日映画、コンクールアニメーション映画賞、第16回ゴールデングロス賞優秀銀賞、第2回文化賞、メディア芸術祭アニメーション、部門優秀賞受賞作品。作品の原案は、 天灯虫コミックス45巻収録の短編、南海の大冒険、同じく41巻収録、無人島の大怪物が原案となっている。原作者である藤子 F、藤尾没後の第一作であり、原作漫画は藤子 F、藤尾プロダクションが担当し、当時のチーフアシスタント、萩原新一が手掛けている。また、タレントや落語家など、 多くの有名人がゲスト声優を担当している。序盤は原案である短編作品のコマをそのまま引用している部分が多く、財宝を目当てにジャイアンやスネオたちとほどほど海賊戦でデキレースを演じる下りなどもそのままである。配給収入は前作、のび太のねじ巻きとし冒険記の記録を超え、当時の歴代最高額を記録した。 エンディングテーマに加え、オープニングテーマ、ドラえもんの歌も、吉川ひなのが歌唱している。のびたの恐竜より音楽を担当していた、菊池俊介の降板により、本作から、旧来のテレビ版の音源が一切使用されることが、なくなった。菊池に代わり本作の音楽は、大江千里が担当。編曲には、2005年4月からのテレビアニメ及び、 劇場版の音楽を担当する沢田寛が参加している。映画ドラえもんシリーズで唯一探索でのサウンドトラックが発売された作品である。また前作までは画面アスペクト比4-3で撮影されていたが本作よりスクリーンサイズと同じ16-9で制作されている。またオープニングのタイトルロゴ表示の際、 それまでの5秒間の表示から今作より10秒間表示に伸ばされている。劇場版第1作から音響効果を担当した柏原光が本作で最後の参加となった。序盤で伸びたがドラえもんたちとはぐれて行方不明となり謎の無人島に漂着した彼と一人ぼっちの少年、ジャック、ピンクのイルカ、ルフィンとの交流、ドラえもんたちが乗り込んだ。 海賊船での冒険が平行線の展開になっているため、いかにして彼らが再会するかが描かれている。また、最終決戦では、静かたちにもそれぞれ見せ場が与えられている。のび太は、大長編で登場する女性キャラクターと仲良くなったり、互いに名前を呼び合ったりするが、ここで登場するベティとのび太の会話は一切なく、むしろベティは、 ジャイアントの絡みが強い。なお、今作で、のび太が読んで宝探しに憧れるきっかけとなった、スティーブンソンの小説である、宝島は2018年の映画版、ドラえもんのび太の宝島のモチーフにもなっている。スティーブンソンの小説、宝島を読んで宝探しに憧れたのび太は、ドラえもんの秘密道具、宝探し地図で、宝島のありかを一回で突き止め、 海への冒険に出発する。いつものみんなも加わって、冒険を楽しんでいたのもつかの間、突然時空に異変が起き、のびたたちは17世紀のカリブ海へ手に。海賊の戦いに巻き込まれ、のびたはドラえもんたちとはぐれ、ドラえもんはポケットを失い、残ったのはたったの7個の秘密道具だった。ピンク色のイルカ、ルフィンに助けられたのびたは無人島へ流れ着き、 島で一人で暮らしていた少年ジャックと知り合う。一方、ドラえもんたちは、海賊キャプテンキッドに助けられ、のびたを助けるために共に、宝島の灯す島を目指すが、そこは、謎の生物に満ちた、未知の島だった。ドクタークロンが作り出した、合成生物たち。海坊主、イルカに、以外の名称及び能力は1998年4月3日、放送の、 春だ、一番ドラえもんむ、公開120分超スペシャル。のコーナー、怪獣クイズより、ドラえもん映画作品、ありがとうございます。